はい、僕は今カルバーシティというところに来ています。で、もう早速なんですけどね、この建物すごい面白いですよね。建物を見渡すとね、こんな感じのところなんですけども、じゃあここは一体どういうところかというと、名前はね、ヘルムズベーカリーズディストリクトと言います。もともとね、ヘルムズベーカリーっていうね、あのパン屋さんの、建物でした。で、それがですね、今はもう修復されて、まあ、レストランとか、あとインテリアですね、家具とか、そういったインテリアのお店がね、たくさん入っているところです。この画像のね、ちょうど真ん中あたりにね、丸い、印ありますね。あそこね、なんて書いてあるかというと、オフィシャルオリンピックベーカーズ、ヘルムズオリンピックブレッドって書いてあるんですね。これね、どういうことかというと、このパン屋さんはね、そもそも1931年にできたんですけども、1932年のロサンゼルスオリンピックのね、オフィシャルパン屋さんだったそうです。その建物をね、こうして今もそのまま残して、また違うビジネスに、今は使われています。で、この中ね、今日入ってみようかなと思います。この中はね、あのインテリア関係のね、お店がたくさん入ってるようです。はい、ここですね。すごいね、いい感じ、おしゃれですね。ほら、早速ここ家具屋さんですね。ちょっと入ってみましょうか。ここのね、店を見ているだけでもかなり時間、じっくり見るとね、かかってしまうので、もう好きな人にはね、たまらん店やと思います。まあ、とりあえずね、僕はこれで出ますね。ちなみにね、この店の名前は、HD バターカップって書いてますね。すごく素敵なお店でした。でね、ちなみにね、この、向かいにもね、インテリア系のお店があります。パッと見た感じね、照明関係かな。なんかそういうのがね、たくさん置いてある店ですね。じゃあね、行ってみましょうか、先ね。ここはレストランかな。なんか優雅ですね。あ、バーとレストランが一緒になったようなとこかな。いろんなね、インテリア系のお店がこの敷地内に入ってます。いいですね、こういうね、一角ね、公園みたいにちっちゃいけどね、なってたりとかで、こうやっていろんなところでね、座れて、食べれるようにもなってます。すごい素敵なところですね、ここね。なんか段ボールで工作してますね、ちっちゃい子が。ほら、なんかね、出てきたらストリートで保護者天国にしてなんかやってますね。これなんやろ、アートウォーク&ロールフェスティバルって書いてます。アート系のイベントですかね。
アートウォークを今一周ぐるっとしてきたんですが、面白かったですね。まあ、特に何も買いませんでしたが、すごい、いい感じのね、こじんまりとしたお祭りでした。ということで、もう一回ね、ここはちょっと予期してなくて今見つけて、まあ、立ち寄ったんですけども、もう一回ね、ヘルムズベイクレイディストリクトに戻ります。ここですね。にぎわってますね。ちょっとここ入ってみましょうか。ここも、ここは何？ラグ屋さんかな？あ、そうやわ。ラグ屋さんですね。本当やったらね、僕もここでビールの一杯でも飲んで帰りたいんやけども、まあ今一人で来てね、運転があるので今日は我慢します。まあこんな感じでね、ヘルムズベーカリーディストリクトのご紹介を終わります。すごいね、こじんまりとした場所だったんですけども、おしゃれだったですし、まあ最初に言ったみたいにね、インテリアが好きな人は、一度お越しになれば楽しいんじゃないかなと思います。はい、それでは今日はこれで終わります。ありがとうございました。